皆さんこんばんは、東京キララシャワー第29回、今日は旧協賛遺産をお送りいたします。東京キララシャワーの中村です。よろしくお願いいたします。まあ、この結構ビジュアル的なところで反響が多いんですけれども、まあ、今日は旧共産圏、旧ユーゴが中心なんですけれども、そこにスポメニックというものがありまして、要は戦争記念碑だったりするんですが、そういったものを、ずっと撮り続けている、カメラマンの、方の写真集を、先週、上司しまして、それの内容を、お送りしたいと思います。でまずはちょっと最近のキララ社の近況という形でいつも通り進めさせていただければなと思うんですけども、前回6月にやらせていただいたのがこちらの地下の刑歌舞伎町バブル編、まあ、ドミューンでももう5回ぐらい出させていただきましたけれども、地下のになった日本人という本、これが、ロングセラーになってまして、要はアメリカの刑務所に、まあ、元ヤクザで、FBI でおとり捜査で捕まってアメリカの刑務所に12年間入ってた方の、地下のなった日本人という、本がかなり、ロングセラーで売れてるんですけれども、今回、前回やらせていただいたの、が、そのアメリカの刑務所に捕まる前までの話、要は、歌舞伎町マブル時代に歌舞伎町の、ヤクザ時代の話、もしくは、それと、70年代後半にそのヤクザの前に少年ヤクザっていうのがあったんですけども、その少年ヤクザ時代の話を中心に書いた、この K さんの新刊を前回やらせていただきました。で、まあ、あとその前で言うとこちらですね、バーストジェネレーション、まあ、バーストの復刻という形でこちらを、第27回でやらせていただきまして、でその前がこちらですね、バイナル文学、これはビニール詰めした、バラの冊子、これ小編小説なんですけれども、これを、ある町をテーマに、その町でしか流通しないという形で小編小説を、複数の作家さんに共作していただくということで、石丸源章さん、菊池成良さん、ラッパーの菅さんと梅根小沢メロンさん、という形で4人の共作をしていただいたんですけれども、これが、かなり新宿中心、新宿でしか買えないんですが、これはかなりこれも話題になってまして、いまだに、そうですね、この前もちょっとそうですヌメロに紹介していただいて、またかなり、動いているものなんですが、これはこれからも街を変えてやっていくんですが、第2弾は渋谷編を考えておりまして、それに関してまたちょっとまた、メンバー決まり次第また告知させていただけるかな、いただければなと思っております。ということで、じゃあそろそろ本編というか始めさせていただきたいと思います。星野愛さん、どうぞ。どうもよろしくお願いします。お願いします。軽く自己紹介をしていただければ、はい。はじめまして、星野愛と申します。廃墟を中心に旧共産圏の写真を縦横無尽に最近は取り回っているものでございます。今日はよろしくお願いします。でまず、まあ、今回の作品というかこちら旧共産員さん、これを、まあまあ、見ていただくんですが、その前に星野さんの今までの活動というか作品、はい、これをねちょっと見ながらお話しできればなと思ってます。では星野さんの過去の作品ちょっと、はい、写してください。これがまず、はい、写真を撮り始めたきっかけ。そうですね、2007年の11月ですね、の暮れに軍艦島の写真を撮ったことがきっかけに廃墟の撮影をこう始めたという感じになります。もともと廃墟は好きだったんですか？そうですね、写真集買ったり、あと廃墟のサイトさん覗かせていただいたりとかっていうのはしてたんですけど、まあ、実際に自分で行くっていうことはなかったんですね。それでまあ軍艦島に行ったのきっかけにいろいろと撮るようになったという経緯があります。まあ日本におけるやっぱり廃墟の王様というか、なんていうか、やはりここが金字塔というかあるじゃないですか、はい、軍艦島、実は うちでも写真集出してるんですね、軍艦島の。
これ松本圭一郎さんっていう方に、の写真なんですけれども、まあかなり多くの方々が軍艦島撮りに行って、で実際意外と共通の知り合いだったりするんですけれどそうですね。で僕もどれこれいつだったかな、僕がそうですねこれ出したのが2015年なので、だから僕がもう実際こういう撮影で行ってるんですけれども、2013年とか2014年とかに、3回ほどここ行きまして、いや、まあ、あとまだ写真この後出てくるかもしれないですけれども、いやもう本当に、時が止まってるところですよね。要は なんて言いますか珍しい廃墟だと思うんですよ、はい、通常なんて言いますか、まあ、ある程度生活感とか、ここはもう軍艦島に関してはものすごく残ってるじゃないですか。要はもう生活の跡がそのままある、多分そこが魅力でもあると思うんですよね。そうですね、ここまで生活感がはっきりと残ったままで、こんなにも巨大な島が一つ丸々こう町を形成していて廃墟になっているっていうところは、本当こんな規模なものは世界探してもここぐらいなんじゃないかなと思いますね。もともとこれ軍艦島って人口密度世界一だったところじゃないですか。あ、はい、やっぱ小さな島に、いやまあ炭鉱で働く人たちの住居もあれば、娯楽施設もあれば、まあ、学校なりなり、まあ、ある程度全てでほとんどのものが多分お墓以外があると思うんですよ。でそれ以外、ほぼここで賄ってたということで、要は小さな島岩礁ですよね。ここにどん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 建物を建てていって、もともと植物がないところに、まあ、植えていって、それが要は、皆さん一気に帰るわけじゃないですか。ここの島から全員一気に帰った後に、で、いやまあ岩礁とコンクリート作りの建物の廃墟と、あと植物がそのまま育っていって、まあそうですね、見ていただいているような、まあ、こういった珍しい光景になっていると。これ学校じゃないですか、違いますか。あ、違うと思います。どこだったかな、もう軍艦島に最後行ったのもかなり前なので記憶がおぼろげなんですけれども、はいはい、どっかのアパート探索してる時に出くわした光景ですね、はいはい、ちょっと次もこれは多分洗濯物の物干し竿かなんかかけとくとこだと思います。ここってあれですよね、基本コンクリート作りなんですけど、まあ、大正時代とかからのものですよね、はいはい、で普通のアパートというかマンションなんですけど、意外となんて言いますか、ドアとか窓とかが木製だったりするんですよねあそこら辺が面白いですけど、はい、次の写真、これも軍艦島のどっかのアパートですね。南号棟とかもすっかり忘れちゃったんで、はいはいはい、あれなんですけど、はい、あ、これあれだ、屋上というか一番上にある神社ですよね、はい、ですね。もうこれだけなぜか残ってるっていう奇跡の、ね、ここの本当神社からの景色すごい素晴らしいんですけれども、ここも神社もなんか僕行った時の記憶では、まあ、なんて言いますか、十字架が書いてあったり、結構いろんな宗教が混ざってるような、何でも宗教 OK だったような気が なんてそんなイメージが残ってますけど、次お願いします。これは軍艦島ではなくじゃないですね、別の廃墟ですね、まあ、そうですね。あ、じゃあ軍艦島を最初取りに行って、その後っていうのは国内の廃墟、はい、を取りに中心にってことですよね。あ、はい、そうです。国内の廃墟いろいろ回り始めて、最初フィルムカメラ使っていたので、まあ、そのフィルム遊びで、これはクロスプロセスっていう現像方法なんですけど、はい、ポジフィルムとネガフィルムっていうのがフィルム2種類ありまして、はいはい、まあ、ポジフィルムはポジフィルム用の現像液使って現像する、普通はするんですけど、はい、これを逆にして、まあ、ポジフィルムをネガフィルムの現像液、ネガフィルムをポジフィルムの現像液でこう現像してみると、こういった不思議な色の写真が撮れるっていう遊びをよくやってました。次もちょっと、まあ、これもクロスプロセスで現像したものですね。ストリップ劇場ですか。あ、はい、そうです。これどこですか。これ岡山県にあるところですね。最近どうなってんだかちょっと分かんないですけど、そうなんですよ。結構やっぱり撮った後にどうなってるかっていうのって、ね、その後なかなか回らないかもしれないんで分かりづらいとかあると思うんですけど、結構今回の写真集でも、はい、もうない見れないとことか入れないとかもあるじゃないですか。 あります。これやっぱ廃墟って一期一会的な僕あると思うんですね。はい、で次すいません、これは新潟にあった廃校のプールの跡ですね、
あ、これ何ですか。これは有名な廃墟のマヤ観光ホテルって、あの有名なところじゃないですか。はい、本当に今もうがっちり管理されちゃってるんですけど、まだまだゆるゆるな時代だった時に夜に行ってこう内側から照らして撮ったものです。これ照らしてるのは中でもなんか持ち照明とか持ち込んでっていうことですか。手持ちのハンドライトでまんべんなくこう部屋や廊下を照らしながらこう歩いてって全フロアをこう照らして光ってるようにこの長時間露光でこう撮影するような感じです。はいはい、これも同じですね。ですね、あのこれ他のところでもやってなかったですか。ここなんか光灯すのって僕なんか他の廃墟で見たことあるんですよね。写真そうですね、自分以外の方も結構やってると思うのでまあ様々なところでやられてると思います。要はまあ廃墟なのに光がついてるってありえない状況ということですよね。これ、はい、結構どこだったかな、まあ、僕も どこか他のでは見たことありますが、で次すみません。これは洋館の廃墟ですね。なんかあれですね、これからもっといい味が出てくるんじゃないかっていう感じがしますね。でこれが鉱山にある工場っぽい廃墟ですね。ああそうだ、でチェルノブイリに行くんですよね。はい、まあ、じゃあ一回ちょっとあれですけどもうここ止めててもらったんですけど、チェルノブイリに行くことになったきっかけ、これ何年ぐらいですか。まず時期的にはとチェルノブイリに1回目に行ったのが2013年の10月の暮れになります。うん、でそのきっかけというかは、はい、あそうだ、まず星野さんの生まれた、ね、場所とかも関連してくる話ですよね。はい、そうですね、自分の生まれが福島県の福島市なんですけど、まあ皆さんご存知の通りに2011年に震災があったじゃないですか。まあ、その時に、まあ、自分の故郷からは、まあ、地元からは原発って離れてはいたんですけど、はい、やっぱりその子供の頃から原子力発電所っていうのはなんか怖いものみたいなイメージをすごく持ってて、はいはいはい、まあ、小学校の時に実際に同級生とこう話してて、原子力発電所が事故とかにあったりしたらこう爆発なんかしたら爆風がここまで来てみんな死んじゃうんだみたいな話とかしたりして、やっぱりその恐怖の対象っていうかやっぱ未知なるものっていうものがものすごく強くって、でまあ震災があった時に、まあ、チェルノブイリの後をたどるようなことになっちゃったんじゃないかっていうことをこうものすごく感じて、今までそのチェルノブイリっていうのが、まあ、廃墟のマニアの方にとって、世界最大規模の廃墟ってことで、まあ、本当廃墟の王様みたいな存在だ、自分の中で存在だったんですけど、まあ、この福島の事故があってから本当にそういう捉え方してていいのかなみたいなちょっと考えることがあって、うん、ちょっと廃墟を今まで撮る自分の撮ってた姿勢っていうものに対して疑問を持つようになって、はい、ぶつぶつ考えること2年間ぐらいずっと考えてて、はい、まあ、それだったら実際に行った方がいいかなと思って足を運んだのがきっかけですね。ウクライナでしたっけ。あ、はい、ね、ウクライナです。やっぱり今ね急遽3件撮ってますけど、はい、そのきっかけにもなったんですか、やっぱりチェルノブイリ撮りに行ったのって。あ、はい、そうです。じゃ次の写真をお願いします。でこれが、チェルノブイリ内にある一番大きかった町のプリピャチってところがあるんですけど、はい、そこに残っている観覧車の、はいはい、まあ、遊園地の廃墟で、はい、ここの遊園地が開園する5日前に事故があったので、一度も遊ばれることなく、こう廃墟になってしまったという歴史があります。じゃあもう別に原発事故も何も関係なく、はい、普通にそのまま廃墟になってしまったと。はい、でこれがプリピャチの町ですね。一番高いビルが16階建てのビルがあるんですけど、まあその上から撮った屋上というか、ね、はい、景色になります。こういったところでセルブインのこういうの町っていうのは生活感残ってるんですか、廃墟って。やっぱり基本ね、軍艦島さっきいろいろなものが、僕も実際行った時本当になんて言いますか、まあ僕なんかレコード探しちゃったりしたぐらいですけども雑誌から何かもう本当に残ってて、はい、
テレビから何かですよね。こういったここはどうなんですか、チェルノブイリ。そうですね、残ってるところもあれば、やっぱり事故があってから時間が相当経ってしまっているので、戻っ一回一時的に戻ってきた人がこう思い出の品持ってったりとか、あとは博物館が、あのキエフ市内にチェルノブイリの博物館があるんですけど、はい、そこにこう残ってたものが展示されていたりとか、あとはまあ盗難にあってこう持ってかれちゃったりっていうのもあるので、あ、まあ、昔に比べてはだいぶ物がなくなっているのではないかなと思います。次を多いですか。これがカフェの跡ですね。ステンドグラスが印象的で、うん、とても綺麗な場所ではあるんですけど、うん、今もうここ入れなくなっちゃったみたいですね。あ、これも、え、これは？で、これが、あの放射能の影響を生物が受けたらどのように変化していくかっていうのを研究してた施設らしいです。これは水溶生物を入れて多分実験してたものなんじゃないですかね。で、これが建造途中のまま放棄された冷却塔の跡になります。で、これが戦車ですね、そのまんま残っているんですけれども、この辺でなんか汚染された廃棄物質を処理する工場が近いので、ちょっと他のとこよりも線量がやや高めですね。で、これが病院の後に残っているチェスですね。多分誰かがこの状態にして、まあ、このままになってるんじゃないかなと思います。で、チェルノブイリに行ってからこう福島の方もようやくなんか向き合う気力というか、ちょっと行ってみようっていう気持ちになったので、で、それでチェルノブイリに行った2ヶ月後に足を運んだ時のこれ写真ですね。あ、順番としてはじゃあチェルノブイリの方が先なんですね。はい、この時はまだ、あの6号線が開通してなくって通行許可証が必要だったので、はいはい、今はもう開通して誰でも通れるようにはなったんですけど、はいはい、まだまだこの誰でも通れる状態じゃなかったので、許可を申請してこう進んでいく感じがちょっと妙にドキドキしたのを記憶してます。それ個人でも許可っていけたもんですか。あ、はい、取れましたね。で、これが、原子力発電所のあるあの大熊町ってところがあるんですけど、はい、そこに残ってたラブホテルの廃墟ですね。で、ここに大熊町ってキウイが有名で名産だったんですけど、このキウイ畑からどんどんこうツタが伸びてって、ラブホテルの敷地の中にまでキウイが生えてきてて、ああ自生するとこうなっちゃうんだなって思いながら試しに一つかじってみたんですよ。はい、そしたらなんか普通に甘くて美味しくってあーって、こんなもう2年以上放置されてるのに普通に甘くて美味しいんだっていうのでちょっと感動した記憶があります。ただちょっとやばいかなと思ってこのままあとはちょっと捨てちゃいました。はいはい、で、この時の、ね、はい、空間線量が10マイクロシーベルトという、まあ、ちょっとおびただしい数値を叩き出してるってとこですね。で、福島の事故があってから、ええ、まあ、あの辺って農場とか、まあ、そういうのすごく多くって、はい、まあ、もう避難しちゃった人たちがそのまま世話をできなくなっちゃった牛や、ええ、まあ、こういったダチョウとかの動物を世話してる松村さんって方がいらっしゃいまして、はいはい、その人のところにもちょっと取材で行かせていただいた時の写真ですね。ダチョウが2羽います。で、ここはもう解体されちゃったんですけど、富岡っていう駅ですね、はいはい、津波をかぶってしまったのでボロボロになってしまってるという状態になります。で、これが陸に打ち上げられた船がそのまま残ってるってものですね。今は多分もう撤去されたんじゃないかなと思います。まあ、そして共産圏に、はい、これはどこですか。これはですね、未承認国家のナゴルノカラバフという場所になります
そうなんですよね。星野さん未承認国家も結構好きで撮ってるんですよね。はい。何カ国ぐらいが承認してるような国なんですか。ここは承認してるのは、確かアルメニアと、あとは他の未承認国家何カ国がかがこう承認している状態なので、うんうん、未承認国家同士で承認。あ、そうそう、未承認国家は未承認国家同士が承認し合ってるっていう謎の状況が結構1票でも欲しいですもんね、多かったりしますね、うん。まあ、ここがもともとそのアゼルバイジャンの領土なんですけれども、はいはい、アゼルバイジャンってイスラム教の国なので、はいはい、こうイスラム教徒の方たちがたくさん住んでいた地域なんですね。でも、まあ、紛争があった時にみんな追い出されてしまったので、うん、こうしてモスクが廃墟になって残っているという状態になっております。これが、アゼルバイジャンの飛び地のナヒケバンという場所ですね、はい。なんかこの遺跡はなんでこんなところにあるのかってあんまり歴史的に解明されてないらしい、ね。あ、そうなんですか。ですね。謎の遺跡になります。で、これがルーマニアにある、カジノの廃墟です。あ、カジノですか。はい。本当は当時のあれですね、ルーマニア的ななんか伝統的な建築様式で作りたかったらしいんですけど、アール・ヌーボーがすごく流行ってた時期だったらしくて、はいはいはい、なんかそういった曲線をこう利用した綺麗なデザインに仕上がっております。丸窓、これなんだ。これはですね、うん、原子力発電所の廃墟で、はい、でもこれ一度も使われたことがないというか、はい、作りかけの状態で廃墟になった場所です。はいはい、まあ、なぜかというと、ここクリミア半島なんですけれども、はい、作っている時にちょうどチェルノブイリの事故があったんですね。で、チェルノブイリの事故があったことを受けて、ここの土地は改めて大丈夫なのだろうかって調査したら、地盤が弱くて作ると危ないっていうことがもうここまで作ったのに分かってそれでも放棄しているという状態になってます。これも別角度の原発廃墟ですね。いや、いかんせん遠いのでここは行くのがかなりしんどかったですね。で、これが、アブハジアという未承認国家に残っている鉱山施設の廃墟になります。はい、そうですね、これあれですもんね、軍艦島とかにもある、はい、でなんとなくそうですね、これ鉱山かなと思って、あ、なるほど、そういうことですね。炭鉱街だったんですけど、経済制裁を受けて廃れてしまって、はい、今は失業者が 70% 超えてるとか 70% 、で、これがセルビアの工場の廃墟ですね。製法工場だったかな、はい、お洋服とか、はい、あと糸や布を作っていたような工場ですね。はいはい、で、このいかにもなんか共産チックなやつは、はいはいはい、チェルノブイリの中の軍事施設の廃墟に残ってたものになります。こういうのすごい大好きなので、そうですね、他の、まあ、後でもまたお見せしますけど、そうですね、まあ、撮ってますもんね、はい、あ、これ前の写真集有限廃墟 の、はい、あのカバーになってるやつですね。はい、そうです、前作の有限廃墟のカバー写真にもなった。これは噴水の後になるんですけど、噴水なんですね。これもともとはこのここの敷地は大学の敷地だったんですけど、はいはいはい、昔アルメニアで大きな地震があって、その時に大学の建物は全部壊れてしまったけど、この噴水だけが残っているという状態らしいです。今はこの周りホームレスが勝手に家作って住んでたりするので、かなり寂しい感じになってますね。で、これが中国にある、海兵防楼と呼ばれているところですね。世界遺産にも指定されてるんですけど、割と廃墟化してそのまんまになってる防楼も多くって、なんでこういう建物ができたかというと、はいはいはい、
あれですね、19世紀にアメリカが黒人奴隷を廃止したじゃないですか、はいはい、そして労働力が足りなくなってさあどうしようって考えた時に中国の人たちをこう労働力としてこう迎え入れたんですって。それで出稼ぎに行った中国人がまたこう戻ってきた時に身を見まねでなんかその西洋建築を作ったらしくって、まあここの地域っていうのがもともと水害がものすごく多いのと、あと盗賊が昔は多かったらしいんですね。で盗賊に襲われた時に上に逃げてなんか床に穴が開いてるんですけど銃を突っ込む穴で戦うためと、あと水害対策のためにこういう高い建築物を作ったって言われてるみたいです。で結構もう廃墟化してるってことなんです。そうですね、まあ、住んでる人もいるでしょうけど、ですね、観光地化してて綺麗に保ってるところもあれば、観光地化してるけど廃墟状態のところもあれば、完全に廃墟化してるものもあれば、まあ民間の普通の人が倉庫として利用してるものもあればと、様々で大体がボロボロな感じですね。まあ、次行ってください。あ、ここまでかな。でこれが、まあ今まで、星野さんが撮ってきた作品なんですけれども、まあ、先ほどお話したように、まあ、未承認国家とか、はい、チェルノブイリでそういった流れだと思うんですが、で、まあ、今回旧共産遺産という、まあ、こちらの写真集なんですけれども、まあ旧ユーゴ の国々にの廃墟および今回、まあ、皆さん聞きに覚えあまりないと思うんですけどスポメニック、要は戦争記念碑ですね。それを取り歩いて、ということですけど、このスポメニック自体は存在っていつ頃知られたんですか？いつだったかな、2010年ぐらいだと思うんですけど、やっぱりインターネットを通して知って、はい、こういう変なモニュメントあるんだっていうのでものすごく驚いた記憶があります。そうですね、これブルトン、まあ、ウルトラマンに出てくる怪獣ですけども、ブルトンそっくりだということで宇川さんにもこれ画像を送った時にまず言われたんですけども、さっきもツイッターとかでもみんなブルトンブルトンって言ってますけど、やっぱここら辺が、まあ、他のも、まあ、後々これから見せていきますけれども、本当独特の形をしたものが多いですよね。そうですね。で、あれ結局大体いつ頃作られたものっていうか、はい、大体が1960、70、80年代のものが多くって、そのユーゴスラビアって国があった時にこう、プロパガンダとして作られたものですね。主に第二次世界大戦を記念するものっていうのがほとんどなんですけど、その戦争の悲惨さと平和の尊さっていうものを伝えるためっていうのが名目なんですけど、実際はまあその共産主義時代 そのユーゴスラビアの権力を示すためっていう、やっぱプロパガンダですね、のために作ったという形です。でちょっとじゃあ今回回った地域というかですね、場所、をちょっと見ていただきたいんですが、今回回ったのが、はい、ですね、一番最初にこのバルカン半島の国々で回ったのが、まあ、この写真集の中で言うと、まあ、旧共産圏ではないけど、まあ、おまけとして回ったっていうところがこの地図にはちょっと入ってないんですけど、キプロスですね、はいはいはい、キプロス行ってその後ブルガリアに飛んで、でブルガリアの後に、コソボに入って、でコソボからセルビアに抜けてハンガリーにたどり着いたっていうのが最初ですね。はいはいはい、そうなんですね。これ実は最初企画持ち込んでいただいたというか、まあ、紹介いただいたんですけども、村田ラムさんにご紹介いただいて、それでちょっと見させていただいて、これ面白いなっていうのがあったんですけど、最初のこのテーマとしてくくりはバルカン半島の遺産だったんですよね。はい、バルカン遺産ということで、まあ、実際ね、内容的にはそれが一番正しいんですよね、タイトルとして。ただやっぱりまあ、なかなか馴染みがないっていうこともありますし、まあ、基本でも見たときにやはり旧共産圏っていうところにすごく惹かれるところが僕はあったので、まあ、ほぼほぼ旧共産圏、要はギリシャとキプロス以外は共産圏というところでこのバルカン半島の
国々ということで、今回まあ救急予算遺産というタイトルで、出していただきました。でまずじゃあ、お待たせしましたというか、実際の今回の写真集の中身を、ご紹介していただき、いきたいと思いますが、でまずはあの、まあ、大きく分けると先ほどから、まあ、廃墟とスポメニックということなんですが、まずちょっと廃墟の方から、見ていきましょうということで、ハンガリーの頭のページ、はい、頭のページに行ってください。ここじゃないですね、このここですね。でこれ、じゃあご説明いただいていいですか。はい、この写真集の一番最初に始まるこの場所っていうのが、ハンガリーにあるケレンフェルド発電所という場所になります。建造されたのはもうこれ100年以上も昔になるんですけれども、はいはい、もう100年前の建物とは思えないほどすごい、SF チックな制御室があるっていうのがとても目玉の場所かなと思います。まずそこじゃ見てもらいましょうか。次のページですね。これですね。はいはいはい。もう僕最初に見せてもらった時、この写真でまず一発やられたとこがありますね。だからまあそうですね、本当にあの近未来感ってなんか不思議です。まあ相当古いものですが、はい、近未来感すごい溢れてて、これ上はこれガラスですよね。光取りですよね、はい、そうですね、ガラスになっていて太陽光が自然にこう降り注ぐ形になっているので、うん、発電所なのに太陽光に頼るところもいいですよね。面白いですよね。で、じゃあこの次ちょっと、まあ、その次行っていいですか。ここら辺はこの辺だいたい、ここってまず入れるもんなんですか、はい、普通に行って。ですね、ここはもう現役の発電所が厳重に管理をしているので、最初から許可取りました。はい、基本アポイントなしで行くことが多いじゃないですか。はい、じゃあここはやっぱりきちっと許可取って行ったんですね。そうですね。でここを取り壊しもができないって聞いたんですよね。はい、そうなんです、うん、向こうの建築法で取り壊しができない上に、修繕などの手を加えることもできないので、本当にもうこのまんま放置というか保存するしかないという状況。廃墟法みたいな感じですかね。廃墟に、ね、自然と廃墟になっていくという。次、これも、ハンガリーの中で、はい、これリトルモスクワ、要はまあ、旧、ソビエトというか、はい、の何ですか、軍事施設ですか、何ですか。そうですね、ソ連軍の軍事施設ではあるんですけど、当時地図に載っていない町、秘密都市としてこう機能してたっていう場所ですね、はいはいはい、なんか噂だと核兵器をこう保管していたんじゃないかって話もあるんですけど、その記録が書面としてこう残っていないらしくて、事実確認ができないみたいです。なんかこの次のページ行くと、このなんか地下の、ね、厳重な感じ、なんか、まあ、何か格納されてたような、まあ、場所ですけれども、なんかここシェルターっては言ってたんですけど、でもこんなシェルターがあるってことは、やっぱりやばいもの保存してたり研究してたりしたんじゃないかななんては、ちょっといろいろと想像が膨らむ場所でありますね。次いいですか。あ、これ要はミグですよね、はい、要はあの、まあ、救急予算権なので、まあ、あのソビエトから、まあ、要は戦闘機を買ってということですよね、はい、そうですね。これもうないって聞いたんですけど、この間。あ、そうなんですよ、こちらが自分が行った時はまだあったんですけれども、結局こんなになんで置いていたかっていうと、すぐ近くに軍事施設があって、部品取りのためにこう置いといたんじゃないかなって思うんですね。それで解体するためにこう戦闘機の場所を移動して解体してる様子が、あの Google のね、あのストリートビューで確認できたので、というかそんなの撮ってる人がいるんだっていうところでちょっと驚いたんですけれども、うんうんうん、もう多分完全になくなっていると思います。今たまたま見つけたんですか、これは。ここ知ってたんですか。ここは何だったかな、確か友達が教えてくれたんですよね、こんな場所があるんだけど、でも見つかるとあんまよろしくないからこっそり行ってらっしゃいと言われて、こう霧の中を一人で突き進んでいったっ
ていう感じです。なるほど。じゃあちょっとそうですね、まあ、廃墟ではないですけれども、はい、まあ、そうですね、こういった実はこの中には軍事施設のものも結構あったりするんですよね。はい。で、じゃあちょっと飛ばしていただいて、そうですね、じゃあ、軍事基地の廃墟までちょっと飛んでみていいですか。あ、ここですね。はい、こちらはボスニアとの国境付近にあるかつての空軍基地の跡になりますね。なんかこういった飛行機が残されているのと、うん、あとはその飛行機を格納するためのあのやつが残っているっていう場所ですね。まあ、ここ実は、ええ、あのボスニアのあたりって地雷がものすごく埋められていて、はいはいはい、ここもすごい地雷が埋まってるらしくって、ね、ここに行って帰国した後に友人に言われたのが、はい、この飛行機を取りに訪れた観光客が地雷踏んで片足なくなったっていう話を聞いて、いやそれ行く前に聞きたかったなとちょっと背筋がゾッとするものがありました。だからなんかまあね、でも結構観光客来てるんじゃないんですか。そうですね、観光客の中でも、うん、あのツーリングで訪れる人が多いみたいですね。でも警察の人もやっぱり危ないところだろうから、こう結構あの巡回はしてます。じゃあちょっとずっと飛んでブルガリア、ずっと飛びますずっと飛びます。もまだ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 と思います。で、そうです、あ、まあ、そうです、ここですね、ブルガリア、これあの共産党ホールということで、はい、ものすごい山の上にあるじゃないですかそうなんですよね。だから、まあ、見てもらえると分かるんですけど、もう本当上に、まあ、雪が積もっているような状況で、これ、車当然車でしか行けないと思うんですけど、はい、どれぐらいかかるんですか。うんとですね、ブルガリアの首都のソフィアっていう町がありまして、はいはい、そこからどれくらいだったかな、4時間半くらいで着いたような気がします。いつもあれですか、はい、レンタカー借りて、うんと車借りる時もあれば、公共交通機関のみで行く時もあればという感じです、うんうん、まあ、その時々で。要はその車借りないといけないような場所の時に借りるっていうことか。そうですね、うん、これ行く、まあ、この下にあるこれも記念碑ですね、はい、で次のページちょっと行ってください。あ、もうこんな感じなんですよ。これも廃墟としてかなり有名なところなんですよね。はい、とても有名で、はい、四大廃墟の一つと言われてて、なんか世界四大廃墟っていうのが、まあ、ウクライナのチェルノブイリと、あとベルギーの冷却塔の廃墟があるんですけど、はい、そこもとても綺麗で有名なところで、あとイギリスのマンセル要塞って海の上にある要塞の廃墟があって、それとここのブルガリアの共産党ホールの廃墟が四大廃墟って言われてるみたいです。じゃあ次のページもう一本、じゃあもう次行ってください。もうここで、あ、ここ僕ね、本当これが素晴らしいなと思ったのがここまであの安物心なのかなと思ってしまって、要はもう天井が全部落ちてしまってて、で、まあ、光も差し込んでますし、もう雪も降り積もってる、ここはもともと何の場所だ、何をする場所だったんでしょうかね、ここは。まあ、ここはその共産党員の方々がこう集会を行ったりするために使った場所みたいですね。もう本当こんな山の上にあるので、お年寄りのこと何も考えてないななんて思いながらこう見てはいたのですけれども、ここって今入れなくなった。はい、入れなくなりました。もともとこの入り口を塞がれたり、誰かが壊したり、また塞がれたり壊したりのいたちごっこで入れたり入れなかったりっていうのを繰り返していたんですけど、まあ、ヨーロッパの貴重な遺産としてこう保存するって方向がこう決まったようなので、今はこの廃墟の前になんかこう警備員の方があの駐在するための小屋みたいなのができていて、はいはいはい、そこで24時間体制でどうやらこう監視をしているらしいですね。
これ行った時なんかどうでした？他の人とかも結構いたもんですか？あ、いましたね。なんかこう観光客の方たちがわさわさと訪れてて、ただ中に入る人っていうのは少なかったんですけど、自分が中に入った時は、ロシアの人とアメリカの人とあとポーランドの人とあとマレーシアの人ってかなりいろんな国から訪れてるって感じでした。なんか入るのは簡単なんですか？まあ、入れる場所があったりするんですか？入れる場所はその時々によってこう都度変わっていったりしたんですけど、最初の方は正面に穴が開いててそこから入れたんですけど、そこが塞がれてからはよくわからない地下に通じる穴があって、そこから入るようになったみたいですね。自分が行った時もその穴から入っていってました。なんで、まあ、場所によっては結構危ないとこもあるじゃないですか、廃墟といっても、はい、でなんかまあ聞いたとこによると、まあ、この中にも、収録はしてるんですけど、まあ、ある廃工場とかだと反社会勢力の人たちが占拠してるというか、はい、いうとこもありますし、あと軍事施設なんかってなかなかね入れるものなのかっていうのもちょっと思うんですけれども、意外とその軍事施設の廃墟的なところってもう管理人はいなかったりするんですか？いるところもあります、であとはそこで、まあ、行って交渉っていうこともあるわけじゃないですか。そうですね、実際行ってみて、まあ、要は、まあ、はい、日本から十何時間かけて飛行機で乗って、それからレンタカー借りてなんだかんだまあ、ね、丸一日なんで何なりかかって行ったとして、取れるか取れないかは行ってみないと分かんないということもあると思うんですけど、はい、でそういった時って交渉時どういうような交渉をするんですか？交渉するときは、まあ、素直に伝えることっていうのを取りたいです、はい、心がけてます、まあ、なるべくこう下手に出てこうお願いしますってめっちゃ懇願する感じですね。賄賂が必要なときもありますか？賄賂はチェルノブイリではいろいろ払いながら、あんまり大きい声で言えないけど払いながら進んでました。あ、そうだ、前に何か言ってたのが、まあ、その運不運もあるって言ってたじゃないですか、はい、例えばその軍事施設でもその軍の関係者が管理している時と、その委託された警備の人との時で、はい、たまたま委託された警備の人との時なんか、警備の人なんかは取りやすいとか、はい、まあ、そうですね、委託されてる方は、まあ、黙っといてとか、こうあとはもうそっち側が、まあ、自分のいた日にちをまず出さないことっていうのと、自分の写真撮らなければあとはいいよと、まあね、誰がやってたっていう日か分からなければいいよってことですね。誰が入れちゃったか分からなければいいよってことですね。そうですね。じゃあ次、どうしようか、キプロス見ましょうか。あ、戻ってください。はい、これキプロスのハイ空港の廃墟ですよね。はい、こちらはキプロス共和国っていうのが南と北で分裂してまして、はいはいはい、南がギリシャ系の住民が支配する地域で、北がトルコ系の人たちがこう支配する地域なんですけど、あれなんですよね、クーデターがあったせいでこう南北分断してしまって、その分断している真ん中の部分をその国連が引いた非武装地帯のグリーンラインと呼んでるんですね。そのグリーンラインの中にかつての国際空港の廃墟がこうして残っているという状態になっております。この次のページ行っちゃってください。そうそうそう、これもね本当にねやられましたね、この写真には。 やばいですよね、うんうん、もうこれは自分初めて見た時、死んでも行きたいと思って行ってきました、うんうん、これもやっぱり上側の天窓というか明かり取りになってるじゃないですか、はい、やっぱそこのガラスというか、それがプラスチック板かそういうのが割れちゃったっていうことで、もう鳥の糞から何からすごいのはそういうことですよね。そうですね、鳩の巣窟になってて、本当空気があんまよろしくないというか、もう見た目の美しさとはこう違って、実際にその場所を訪れるとかなりなんか鳥臭いし糞の匂いするしという、まあ、美しいっていうのはなんか不思議な感じですけどでもまあまあ分かりますよ、本当にこれも僕も美しいなと最初見た時思いまして、で、ね、しかも空港の廃墟なんて初めてここ、ねはい、見たの で、 そうなんです。これ次いきましょうか。そうそうそう、全体的、ここは管理者はいるんですか？
ここは国連が管理しているので、まあやばい場所ではありますね、はい、あんま大きい声じゃ言えないけどやばいです、はい、じゃあ、次最後あれかな、ここでキプロスの、そうそうそう、そうなんですよね、もう飛行機もそのまま、はい、ね、放置されたままという形ですよね。そうですね、旅客機がこう残されている状態で、まあ、ここの旅客機が放置されているのが、まあ、空港の外 の、 あの滑走路の端っこの方にあるんですけど、はいはい、この建物の中から外を滑走路を見てた時に、国連の車がブロロロとやってきて、なんか空港の前で止まったなって思ったら、はいはい、中から自転車を持った人と犬がこう何匹かと何人かわーって飛び出してきて、そのまま空港の周りをぐるぐると走り出したので、ちょっと怖かったですね。これやばいなという、まあ要は警備はしてるけれども、はい、まあ減り込んじゃったっていう、そうですね、良い子は真似してはいけないよみたいな、真似しないと思いますけど、でもそうそう、でもね、そういう思いをしていかないと実際こうやってね、写真を収めることできないし、まあ危ないとこ、先ほど言った地雷原も含めて、はい、やっぱりかなりのリスクを背負っていってる部分、僕はのその写真の力というか、その、まあね、対象となっているものもそうなんですけども、なんかその行動力の方に僕は最初興味持ったんですよ。だから結構いろいろ聞くじゃないですか。なんか、ね、どうやって行ったんですかとか、こう、ね、交渉どうやってやるんですかっていうところも含めてということで、まあ、これ全部ではないですけど、この中に掲載されている、この旧共産圏の中からのまず廃墟部分まず見ていただきました。で、一回ちょっと、また中休みというか、一つちょっと映像を見ていただきながら、また後半戦、今度はスポメニックは後半戦に集中して、見ていただきたいと思ってますので、ではこれじゃあ今ちょっと流す映像、まあ、廃墟ではとか、まあ、ではないんですが、ちょうど香港のデモの時にちょうど、はい、行かれてたんですよね。あ、そうです。その時の動画を撮ってるので、ちょっと、まあ、中休憩の間見ていただきつつで、終わりましたら今度後半はスポメニック、十分、皆さん見ていただきたいと思ってますので、まずはちょっと映像の方お願いします。いや、ただなんとなくこう撮ってただけっていう感じの動画ではあるんですけれども、これはデモが始まったばかりの時ですね。デモの本筋の道路ではなくって、デモの最初の地点に向かう人たちがこうたくさん歩いてるっていう様子です。この日のドレスコードがあって、デモに参加する人は黒い T シャツを着ていくっていうのが決まりだったみたいです。なのでこんなに黒い人たちが多いという。だいたい約10分ぐらいの映像ですが、まあ、全部見ていただくかどうかあれですけど、ちょっとじゃあ一度これで休憩入ります。
ちょうどこれが、あれですね、救急車が通った時にみんな人が避けてった時に横にいました、じゃあその時現場いたんだ、はい、これ目的は何で行ったんですか。目的は、知り合いに会って香港に残る廃村を見たりするっていうのが目的だったんですけど、こういった機会があったのでこう行ってみて参加してみてという、自分もちょっといろいろ思うところがあったので、こうやって参加できてよかったなと思います。香港自体も廃墟結構撮ってます？いや全然撮ってなくて、今回実は香港に行ったのは初めてですね。台湾撮ってますもんね。台湾は撮ってます。じゃあちょっとぼちぼち、後半戦行きましょうか。はい、ちょうどタイムリーだったということで、休憩に何かいいものないかと言ったらこれがあるよということでちょっとかけさせていただきましてで、じゃあ後半戦、お待たせしましたということでスポメニック、これを見ていきたいと思います。まずどこですかね。そうですね、じゃあクロアチア行きますか。はい、で、これだ、これの前、この前だ、ここの前だ、ここで、これは、はい、どういったものなんですか。こちらはですね、クロアチアの結構高い山の上に佇んでいる、人民蜂起の記念碑ですね。だいたいこのスポメニックってその第二次世界大戦絡みでそのパルチザンを、こう慰霊するためのもので、こう記念碑が作られたっていうものが多いですね。これなんかは要はスポメニックの中でも単に記念碑的なものがもうあれば中に入れるものもあって、でこれはその中に入れるタイプのスポメニックなんですけど、だから要は廃墟も兼ねてる感じですよね。そうですね、で次のページ見てもらうと、そうこういう形で中、これ中が、何だったんでしたっけ、もともとこれはなんか博物館的なこう展示スペースもあれば、なんかこうレクリエーション用のスペースもあればみたいな感じの教育的なこう施設だったみたいですね。じゃ次のページ、これ屋上からこれかっこいいなと思って。そう、そこでもやっぱ結構この天窓多いですよね。そうですね、いいですよね、太陽光。これなんか剥がされてないですか、外壁。はい、そうなんです、ステンレスのこの壁がやっぱりこのユーゴスラビア紛争が勃発してから、ここだけじゃなくって各地のスポメニックがかなり破壊されてるんですけれども、ここも漏れなく破壊されてステンレスの壁がベリベリと剥がされて、盗まれて売ら、ね、あの資金何か売られてってことですよね。はい、じゃあ次はボスニア行こうかな。いいですね、ここら辺も。でもあんまりお見せしちゃうとは、ね、そうこれもねすごい印象的でしたね。そうですね、こちらはボスニアの首都の、ごめんなさい、ボスニアの、首都のなんだっけ、サラエボですね。サラエボのオリンピックがあったとこですよね、東京オリンピックが、中心地からどれくらいかな、歩いて1時間ぐらい歩いたとこにあるモニュメントになりますね。なんかウルトラマンっぽいなってこう、見た時に思って、だから全体的にやっぱりそのウルトラマンっぽいってありますよねそうなんですよね、ウルトラマン怪獣デザインした成田徹デザインじゃないかくらいのところが本当に多くて、で、じゃあ次が、ちょっと送ってもらっていいですか。これすごいですよね。これよく見ると人の顔
が結構あるじゃないですか、はい、これもやっぱりじゃあ亡くなられた戦没者の方とかそういうのをイメージしてるんでしょうけど。そうですね、戦いによって亡くなったパルチザン兵の顔っていうものをこうモニュメント化してこう盛り込んでいるっていう形になりますね。これだってここだけじゃないんですけど、何もないところに丘にポツンとあったりとかそういうの多いですよね、はい、そうですね、本当見晴らしのいい場所にこうポツンとあるっていうものがとても多いです。だから人が来ることとか人が来ることとかあんま考えてなかったんでしょうかね。いや別に昔は訪れる人が多かったみたいですね、あそうなんですか、はい、ここなんか今はどうなんですか。いやここは自分行った時はポツポツと人は来てた感じではあったんですけど、でもそれでも閑散としてますね、はいはい、山の奥になりますし。じゃあ次は、モンテネグロに飛んでいただいて、この後でいいです、先でいいです、この後でいいです、この次、ここで好きなんですけど、なんかなんて言いますか、あの円形劇場というか何かこうここで何かやっぱ行われてたんですかね、はい、そうですね、ここにこう人を集めて、まあ、子どもなんかを集めてこの政治的な教育を行ったり、まあ、そういった若者たちのその青年部みたいな人たちが集まって集会を行うっていう目的なんかで使われたみたいです。ね、なかなかあれですよね、まあ、なんて言いますか、その長期間とか行けないというのもありますけど、はいね、こういうとこだったらなんて言いますか、例えば夕暮れだったりなんとかいろいろ撮りたいとは思うんですけど、スケジュール的になかなかそういうの難しいとは思うんですけど。そうですね、かなり自分もスケジュール詰め込んじゃうので、もう自分がスケジュール決めるときは割と分刻みでここ行って何分撮影して、で移動時間大体何分で、おそらくこの辺で休憩入れるだろうみたいなのを全部タイムシート作ってって動いてるので、割とその通り旅のしおりを作っていくんですね。旅のしおり作ってます。じゃあその次のページ、またこの次でいいですか。これ結構人気ありますよね、フォークのモニュメント。そうですね、これみんな可愛い可愛いって言ってすごく自分の周りでも人気があるんですけれども、可愛い見た目とは裏腹にこれとてもなんかダークというか、まあこの記念碑自体はあのモンテネグロで初の女性建築家によってデザインされた画期的なものではあるんですけれども、これはあの戦争の犠牲者の方があの吊り下げられた公主台をこう象徴しているので、可愛い見た目とは裏腹にものすごく重たい意味を持っているモニュメントだったりします。これ左下、これ炎かなんかイメージしてるんでしょうかね。はい、そうです。こちらはあの永遠の炎というものらしいですね。あ、これなんか書かれてるのはじゃあやっぱりここで亡くなった人たちとかそういうことですよね、名前とか。はい、そうですね、大体このスポメニックが作られた部分では誰かしら地元の普通の罪のない人であったりとか戦った人たちっていうのがこう処刑されたり亡くなったりっていうのはありますね。結構喧嘩っていうかお花ね、写真、まあ、他の写真もそうですけど、はい、皆さん喧嘩しに来てるじゃないですか、はい、だからやっぱりまあそういうのはなんて言いますか、遺族の方とかそういう人たちが未だに来てるっていうことだと思うんですけど。そうですね。いや次セルビア、その次のページ、次の次行きましょう、ページ。これですよね。だから何なんですかっていちいち聞きたいんですけど、スポメニックですとしか言いようがないと思うんですけど。そうなんですよね。もうこの辺もそのスポメニックってあの直線構造のかっこいいザ・共産圏みたいなデザインもあれば、なんかこういう民族的要素を盛り込んだ不思議なデザインっていうものもあったりして、これはどっちかというと民族的要素が強いというか、なんかこう古代の遺跡みたいな。そうですね、古代のスーパーコンピューターみたいな感じがしましたね、イメージ的に。そう、これもすごいですね。セルビアって多いんですか、やっぱりポスポメニック。そうですね、そのユーゴスラビアっていう国があった時の首都が、あの今のセルビアのベオグラードなので、やっぱその関係もあってスポメニック多いのかなって気がします。ここも僕も写真ね、あの見てる時、まあ整理してる時にセルビアはすごい多いなと思ってて、でしかも大きなのが多くて、次のページもそうですけど巨大なの多いですよね。そうですね、これは本当エヴァの使徒みたいなものでかっこいいですよね。そうですね、次のページではこれが上に上がるとこういう感じなんですよね。はい、
なんかこれはあのナチスに抵抗するための星の形をイメージしているものでもあって、はい、同時にこの、あの手ですね、5本の指をイメージしてこう上から見たりこう下から見上げた時にちょうど、うん、なんだろう、指広げてるみたいな形になってるんですけど、前のページに戻っていいですか。要はこれがそういうことですよね。あ、はい、そういうことですね。角度によってこう見えるということですよね。はい。でセルビアもね、結構多くて、次の次のページ行ってもらって、そう、これも、本当はね、もうちょっとページ割いて入れたいんですけど、やっぱりね、今回入れたいけど入れられなかったスポメニックもすごく多かったからあれなんですけど、このこれやっぱりその戦争記念碑っていうのがすごい分かりやすいと思うんですよね。はい、これは銃で撃ってるのがナチスで、でこのナチスの上にある、あの拳の形してるのが、この地元のセルビアの人々という形になっております。はいはいはい、この3つの拳は男性、女性、そして子供を表しております。じゃあ次にマケドニア飛んでもらっていいですか。はい、これですね、皆さん、まあ、ツイッターとかでも書いていただきます、ブルトンじゃないか、そうなんです、そのまあ、まあ、どっち、まあ、インスパイアされたのかどうかわからないですけど、大体でも同時期らしいですね。そうですね、まあ、ウルトラマン の, そ の, このブルトンが出た時の放映と、はい、こちらの方が 1,2 年遅いって感じだったかな。あ、ですね、このブルトンがテレビに初登場したのが、あの1966年のウルトラマンの第17話の無限家のパスポートって話で出てきたのが最初で、でイリンデンが完成したのが1974年ではあるんですけど、デザインへの着想自体は1968年にはもうできてたみたいですね。どっちが先なのか、本当オマージュなのか何なのかはさすがに今となっては知るすべがないんですけれども、で次のページですか。そう、これもだからなんかまあね、客席みたいなのありますけど、ここでもやっぱ集会みたいなのも考えてたんでしょうかね。こういうの多いですよね、 すごく。で次のページですか。これ実はね、これも中入れんですよ。そう、ここにインフォメーションセンターが下の方にあるんですけど、そこの職員さんに言うと中の鍵を開けてくださって、そして見学することができます。うん、一応入場料かかってみたいな感じ。本当入場料、自分の時は払わなくて済みましたね。でもお土産をいろいろ売ってて買ったので、そこでちょこっと使いましたけど、でもものすごくそれも安くって、こんなに安くて大丈夫なのかなっていうぐらい安かったので、ちょっとびっくりしました。まあでも何か買いたくなりますよね、それは。これはそうですね、今思えばもっと買っておけばよかったって思ってます。ミニチュアみたいなのがないんですか。あ、ありました、それを買いました。ミニチュアと、あとスノードームが売ってました。はい、じゃあ次のページ、ここも同じくマケドニアですね。はい、なんか一見このカエルちゃんかなみたいな。次のページの方が分かりやすいかもしれないですね。ね、かわいい形をしてるんですけど、ね、これもまた重たいテーマで作られていて、これ骨壺を表しているみたいですね。そうなんですか。そう、ここの町はあれですね、占領された時にこの町の人たちの激しい抵抗の戦いを称賛して、パルチザンの町っていうものに指定してるみたいですね。はい、で無敗の、はい、無敗の埋葬塚っていう、埋葬塚っていう名前が、はい、なんですよね。で次がそうか、ここも同じくやはりマケドニアですけど、自由の花。はい、ここはギリシャの国教がすぐそこに迫ってる片田舎の町なんですけれども、もともとはこの場所じゃなくって別な場所にあったみたいです。でも、ローマ時代の遺跡を発掘することが決まった時に、この場所までモニュメントが移されたっていう歴史があります。なんか行った時に結婚式やってたって言ってなかったでしょうか。あ、お葬式をやってました。下に、お墓があって、はい、それで葬儀を
行ってたんですけれども、まあみんなそこ止まりで これをわざわざ見に来るような人はいなくって、風もすごく強くて、もうカラッと乾燥してる空気のところだったので、砂がものすごく舞って、これももう剥がされてますよね、やっぱり。はい、そうですね、アルミ板がこう貼られていて、貼られてる状態の時はもうちょっと、なんだろう、違ったイメージ見えてたんですけど、今はもう骨組みばかりが見えてるような状態になってますね。それの元のも見てみたいなという気になってきますね、今ビフォーアフター的に見たいな、ね、用意すればよかったですね、ネット上には転がってたりしま す。そうなんですね。じゃあ、そっか、あとブルガリアの、じゃあ一応ね、次見ていただくの、ブルガリアの世界一重たいモニュメント、はい、これはもう見つけた時に絶対行ってみようって思って、もう自分の中で決めて行ったところですね。これまあそのまたね、その世界一重たいっていうところがすごくいいんですけれどもまあかなり巨大で、そうですよね、でこれいろんな面、あの、なんて言いますか、角度からもう全然見方が、見え方が違って、はい、で次のページ見てもらえると、そう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 なんですよ、これ本当迷いましたね、どの角度からのものっていうのを選ぼうかっていうのすごい迷いましたけど、これ僕の中にもしかしたら結構中でも行きたい場所の結構上位にここはなりますね、この写真集の中でも。いや、もうここはものすごく迫力があるし、見ても見ても飽きない場所なので、うんうん、行くのはちょっと首都からは離れていて大変だと思うんですけど、はい、バスが出ているので、まあ、公共交通機関で行けなくない場所だと思います。一応観光地にはなってるんですか。観光地になってますね、うん、ただここのモニュメントを見学するってよりかは、割と地元の人たちが子供を連れてきて子供を遊ばせるために、このモニュメントのすぐ近くに公園があるんですけど、はい、そこの公園で遊ぶついでにこっちでもみたいな感じの人が多かったように見えました。ですね、一応ね、まあ、なかなか本当全部見せるわけはいかないですが、まあ、代表的なところ、あの、見ていただきましたけども、そうですね、あとね、僕、まあ、の後でまたこのちょっと後でまた見ていただきますけど載せられなかったスポブニックというのもいっぱいあったりするんですけど、はい、まあ、それを見る前にちょっとじゃあ、そうですね、星野さんに、まあ、急遽大阪県国々回って、で、まあ、あの、食べ物とかホテルとかどんな感じだったのかなっていうのもちょっとまとめていただいたので、ちょっとそれ見てみたいと思います。じゃあ食べ物からいきますか。そう、あの、よく話するんですよね、星野さんと。で、要は僕らのこういった仕事してる人たちって食べ物興味ない人結構多くて、多いです ね、 ね、全くもって本当に興味ない人が、僕も軍艦島行った時に一緒に行った方とか、スーパーの見切り品買ってるとか、食べるとか、長崎行ってちゃんぽんくらい食べましょうよってことで、あの、行ったんですけど、その方 もう十何回か二十何回行ってるのに、長崎初めてちゃんぽん食べたとか、そういう方が多いので、意外とこれ珍しいなと、まあ、思ったので、ちょっとまたこれ食べ物の方ちょっと見ていただきたいなと思います。はい、まあ、自分食べるのが大好きなので、まあ、どうしても撮影の時間の都合上、はい、まともなもの食べられない時もあるんですけど、はい、なるべく美味しいもの食べられる機会っていう時は食べてます。まあ、この食べ物は、ベスト10って形で自分なりにちょっとまとめてみたものなんですけど、あ、はい、まあ、第10位の方がこのムサカって食べ物ですね。ギリシャで食べたんですけど、アルバニアとか割とバルカン半島の、そうですね、ギリシャとアルバニアですかね、で食べることができます。あの、ナスとお肉使ったなんかこう、はいはい、ハサミ焼きみたいな食べ物で、お店によってこう、まあ、ちょっと形は違うけど、だいたいこうラザニアみたいな層を織りなしてるような形で作られてるっていう食べ物になります。じゃあ次を、あ、これちょびっとアップしたものですね。これはひき肉をとこのナスを使ったムサカになります、うんうん、はい、でこれついでに食べたギリシャ風サラダですね。向こうのチーズとオリーブオイルとオリーブの実とキュウリと、ね、こうトマトと新鮮な野菜でこう構成されているシンプルなサラダで、めちゃめちゃ美味しいです。
でこの時はなんかこの日本にいる時ってコーラ絶対飲まないんですけど、はいはい、海外行くとやたらコーラが飲みたくなるんですよね、はいはい、理由はよくわかんないけどなんかコーラ飲みたいみたいな。いやわかりますね。僕あのキューバ行った時にキューバってコーラ売ってて、うわキューバってアメリカのもの売ってんのと思ってうわっと思って頼んだらメイドインメキシコだったのであそういうところで OK なんだと思って、でもまあまあ味も分かってますしね。そう僕もそれは気持ちが分かります。はい次で、これも別なムサカですね。はいこれもちょっとアップしたもので、はいはい、でついでにやっぱ草は大切だなと思って、うん、この無駄に健康なことを考えてこう、うん、野菜食べたりしてます。あとこれがドルマっていう食べ物で、まあトルコから流れてきて、まあ、バルカン半島全域あたりと、あとはアルメニアとか、うん、アゼルバイジャンなんかでも食べられる、お肉やお米をブドウの葉っぱで包んだ食べ物ですね。これ非常に美味しいので見かけたらぜひ食べてほしいものの一つですね。でこれがお店のなんか紙ナプキンで可愛いなと思って撮ったものですね。でこれがまた別な店のムサカなんですけど、まあこのムサカもすごく美味しかったんですけど、一緒にナスのフリッターを頼んだら、そのナスのフリッターがあまりにも多すぎて一人で食べる量じゃなかったっていうちょっときつかった思い出があります。まあ、これがムサカで、でこれがナスですね、はいはい、あまりにも多すぎた上にこれ味付けが何一つなされてなくって、衣をつけたナスがただただに揚げられてるっていう食べ物でした。かけるような調味料もない。あなかったですね。なので塩つけて食べたんですけど、美味しいんですけど量がいかんせん多かったのでちょっと気持ち悪くて夜は食べられなかったです何も。で9位に選んだのがこれなんていう料理かわかんないんですけれども、うん、なんか角切りのレバーがたくさん入ったピラフを、うん、こう分厚めの卵焼きで挟んだっていう食べ物が、うん、ブルガリアのショッピングセンターの地下にあるお店にあって食べたものですね。はい、じゃあどんどんちょっと行きましょう。これが角切りのレバーで、はい、このレバーのピラフってものはやっぱ日本で食べたことがなかったので、うん、ものすごく美味しくて感動した記憶があります、うん、で8位がハンバーガー、コソボですね、はい、でもハンバーガーって言ってるくせに、ね、バンズが別で来ました。自分で挟む形式で挟めるもんなら挟んでみろみたいな。もう思いっきりなんかハンバーグステーキ状態で来たので、うん、結局パンに挟まないで普通にハンバーグとして食べましたね。その方が食べやすいですね。コソボってもうアメリカ万歳な国で、独立するときに NATO のお力添えでこう独立できたので、ものすごいアメリカ料理っていうかハンバーガーのお店であったりとか、あと留学するためのなんか学校の案内みたいなのとか、もうとにかくアメリカ万歳な感じが各地でこう見受けられますね。ハンバーグのドアップで、これがブロッコリーのスープです。でも美味しかったですね。羊肉のハンバーグ、はい、7位に選んだのがこのブルガリアの羊肉のハンバーグなんですけど、この2つは、羊のミルクで作ったチーズがたっぷりかかったサラダと、あと冷製のヨーグルトスープになります。これが羊のチーズなんですけど、細くこうなんか削るような形でふわっとかけられていて非常に美味しいです。でこれは寒い時期だったんですけど、そのメニューを見て、何書いてるかメニュー名がよく分かんなかったから、適当に頼んだらこの冷製スープが来ました。でこれが羊肉のハンバーグで、サイズはちっちゃいんですけど、うまみがものすごい凝縮されていて非常に美味しかったです。とふわふわのパンですね。でこちらのデザートはサービスでくださったもので、これデザートなんですね。はい、うん、甘いシロップ漬けのパイみたいな不思議なデザートでした。でこれがレストランですね。でお醤油、変な寿司、はい、これ興味ありますね、はいはい、6位に選んだのがブルガリアの変な寿司屋さんなんですけど、このメニューがすでに何か日本を間違ってるよねっていう感じが個人的に好きです。
でメニューの名前もなんかこうローマ字でたたきとか刺身とか書いてあると面白いなと見てて、メニュー名もだいたいロール寿司が多いんですけど、なんかこう変な名前のものが多かったんですよね。なんか禅とか生きがいとか、はいはい、侍とかなんかこう知ってる日本語を知ってる日本語並べちゃったってものが多かったです、でこれがベストセラーって書いてあったので、まあ頼んでみたんですけど、このメニュー名の何だったかな、ベスビウスっていうのがイタリアの火山らしいですね。なんで寿司なのに火山のイタリアの名前をつけたんだろうってちょっと謎なメニューです。でお寿司と一緒にちょっと草不足だったのでパワーサラダも一緒に頼んでます。まあキヌアなんかが入って非常に美味しいって感じですね。あ、これいよいよ、これがイタリアの火山と、あと禅って名前の巻き寿司で、なんかあのカシスの、あのベジシートっていうものがあるんですけど、野菜で作った薄っぺらいシートで、なんかそれだとカラフルで綺麗なお寿司がこう巻けるみたいですね。ガリは普通のガリでした。あ、普通のガリでした。でこれ魚は普通にサーモンです。はははは。サーモンの上に照り焼きソースっぽいものがかかってて、はははは、まあ美味しいっちゃ美味しいですね。また別物と思えばいいんですよね、日本の寿司と。そうですね、なんか創作料理みたいな感じだと思います、はいはいはい、ナポリタンみたいなもんですね。あ、そんな感じですね、はい、で幸せ寿司って名前でしたね第4位、はい、セルビアですね。あのペスカピッツァというセルビアのハンバーグになります。まあ、ここでもまたコーラを飲んでるんですけど、はいはいはい、まあ、これが、一緒に食べたパプリカのオリーブオイルとガーリック漬けで、うんうんうん、このパプリカ丸々1個をこうつけてあるって食べ物で、うん、もうこれがもうびっくりするほど美味しい食べ物で、ただ太りそうです、ものすごく。これがパンですね、はい、でこれがそのセルビアのハンバーグで、お肉自体は牛肉ですね。これはなんか日本で食べるハンバーグと違って、うん、100% お肉でつなぎがないですね、はいはい、ですね、うん、でセルビアのスタイルでこの玉ねぎは別添えで刻んであるものをこう食べるという感じです、うんうん、ものすごく肉肉しいハンバーグで、はいはい、なんか力強い食感の非常に美味しい一品になっております。第3位、はい、タコ、うん、タコですね。ギリシャでこの地中海の料理で海産物がやっぱり美味しいってことだったので、タコ食べたいなって思って、まあ、この日はちょっと奮発してあの観光地にあるような綺麗なレストランに入ったんですけど、最初にガーリックのパンが出てきて、で次がタコですね、うん、タコは食べないところの方が多いですもんね。いや意外と食べるっぽいですよ。タコ食べないのが、うん、確かユダヤ教が食べないんでしたっけ、うん、あれそうなんですよね。で鱗のない、魚を食べちゃいけないっていうのがありますよね、はい、旧約聖書多分それだと思いますよね。いやでもこのタコは非常に柔らかくて美味しくて、このかかっているソースはバルサミコ酢をこうたっぷりと使ったソースになっております。で切ったところですね。メシテロですね。メシテロです。もうお腹が空きます。これはデザートです。やっぱバルカン半島のデザートはシロップ漬けのパイみたいなものがとても多いです。こんな感じですね。第2位ボスニア、はい、ファラフェルとフムスと言いまして、あのひよこ豆を使ったお料理になります。まあビーガンの方でも安心して食べられる系のお料理で、はいはいはい、フムスっていうのがこの左にあるひよこ豆の、うん、ペーストですね、はいはいはい、でファラフェルっていうのが上にある、ひよこ豆などを使った、コロッケみたいな食べ物になります。もうこのファラフェルがものすごく好きで、もう見つけると必ず食べてます。日本だと新大久保にあるケバブ屋でものすごく美味しいファラフェルサンドがあるので、それをよく食べてたりします、
で一番個人的に美味しいって思ったのが、うん、ケバプチチっていうボスニアの食べ物ですね、うん、はいはいはい、これレモネードですね。このレストランの看板の真ん中の上にある、うん、なんかこう細長い食べ物になります、うんうん、まあ、これレストランの外のところで食べたんですけど、うん、あ、これですね、まあ、こんな感じで、これはピタパンの中にこのケバブチチが入っている形になります。お肉的にはお店によるんですけど、うん、まあ牛肉と羊肉と豚肉のどれか使ってる感じで、うん、ただボスニアはイスラム教徒さんがメインなので、はい、牛肉と羊肉使ってるところが多いと思います。まあこれもそうですね、食感的にはセルビアのハンバーグに割と近い力強いプリッとした食感、うんうん、めっちゃ肉ですね、うん、もうバルカン半島はお肉がとにかく美味しいので、うん、ひたすら肉料理を堪能してもらいたいです、うん、行くとしたらちょっとアップにするとこんな感じです、はいはい、でこれも別なところでグリルセンターっていうド直球の名前の店を見つけたので入って、うんうんうん、で同じものを食べております、はい、でお姉さん方もむしゃむしゃとこう一心不乱にお肉を食べるという、これはパンに挟んでない状態で出てきて10個入りか15個入りかのどちらかでこう提供されておりました。ここも刻み玉ねぎは別添えスタイルで食べますね。まあバルカン半島の中ではこれが自分的には一番好きですね。はい、ということで、まあちょっと一回スポメニックから離れましたけど、はい、スポメニックに戻りましょうか本当、まあ、ボツネタ まあ、ということなんですけど、もう正直、まあ、写真集ページ数も限られてますし、まあ、大ネタもすごく多くて、写真的とかすごくいいもの、まあ、いっぱいあったんですけど、泣く泣く削ったところ、はい、ちょっとせっかくなのでこの機会に見ていただきたいと思います、はいはい、供養してほしいですね。でこれはもうボツになってとても悲しかったスポメニックですね。形がとてもかっこよくて大好きなんですけれども、まあ、ここもパルチザンを記念したスポメニックでして、どこでした、場所はボスニアですね、うん、でもこの角のような形をしてるんですけど、うん、デザインの意図がよく分かってないみたいです。割とスポメニックの中にはデザイン意図が不明のものも多かったりするみたいですね。そう、こんな感じで残ってて、小高い山の上にあるので、うん、まあ、ここまで来てピクニックしてる人がすごく多かったです。別にスポメニックは関係なく広場というか、はい、あるからそうですね、うん、わざわざこれを見に来てるって人はいなくて、うん、みんなピクニックしてました。僕らもわざわざ銅像を見に行かないような感じですかね。そうですねまさにその通り、西郷さんの銅像とか見に行かないじゃないですか、上に行っても、はい、で赤い星が美しい、赤い星分かりやすいですね。そう、これすごい良かったですね。そうなんです、これもボツになったって聞いた時はもう凄まじく悲しかったですこれね、その後の写真のアングルすごくいいのあるんですけど、あ、まあ本当いいいいです。申し訳ないなと思いつつ、だからスポメニック、これからもうちょっとまた取りためていただいて、スポメニックだけで一冊できたらいいなとは思ってますけど、はい、この次、そうそう、これか、このハートの、うん、かわいいですよね。いいですよね、ラブ&ピースな落書きがこうやってあるのは、うん、自分も廃墟とか、こういう場所の落書き、基本的にはあんま好きではないんですけど、うん、こういった、なんというか象徴的というか意図のあるようなものっていうものは胸に響くものがあったりします。これ壊されてるんですか。あ、はい、ここは心ない人によってダイナマイトで爆破されてしまって、でその時に爆破された時にこの柱だけが残って、こういう形になって残ってるみたいです。これこそやっぱりビフォーアフターみたいですねそうだったんですね。次ですか。あ、これ中、はい、はい、中の方行くとなんかこう上を見上げると、うん、なんか炭鉱の遺構みたいだなって思いながら見てました。そう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 、このハテナっていうのもなんか象徴的で好きなんですよね。
あ、これね本当にこれ可愛いですよね、はい、この教会と一緒セットになって、だからなんとなくあの他のスポメニックにも似てるとこがあって、ああね、そうですね、うん、あのボスニアの羽の形してるやつみたいですからね。これかこれ角度から見ね、いろいろ見るとで、次あるかな、そうまたそうなんですよ、いいんですよこれ。やっぱりこの顔も同じですよね、戦没者、はい、そうですね、を表しているということですね。亡くなった兵士やあの退役軍人の人たちを記念して、ええ、なんかこう見つめる、あの見る人を見つめている、なんか怒った人間の顔の形をこうフラクタルなで構成したっていうものですね。大きさそんなに大きくなさそうですもんね。そうですね、うん、そこまで大きくないものですね、うん、でも存在感はこう、はい、何もないとこにやっぱ教会とセットでポツンとあるので、はいはいはい、すごい異質な感じがします。そうですね、教会とセットの写真が本当にいいなと思いましたね。次ですか。あ、そうそうそう、やっぱ角度によって全然違う、はい、さまざまな表情が、そうそうそう、そう、これももうボツになって、うん、マジかーとこう、うん、とても切ない気持ちになりましたね。給水塔みたいな感じですよね。これはですね、あのコソボにあるんですけど、あのミトロヴィッツァっていう町があの鉱山のある町で、まあ、ここの鉱山で働いてた人たちっていうのが、まあ、ドイツの兵士たちにこう勇敢に反抗して部隊を形成したことを記念して作られたっていうものです。あ、下から見上げたとこですね。なんかゲートみたいな形をしていて、うんうんうん、面白いですよね、はいはい、そうですね、はい、次は、そしてそう、このスポメニックに向かう途中、やっぱ運転をしているとどうしてもコクコク眠たくなる時があって、うん、はい、まあたまにこう邪魔にならないとこに車を止めて眠ったりするんですけど、はいはい、この写真の中でこの赤いデンジャーマークがあるじゃないですか、はい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 、これボスニアなんですけど、ボスニアって地雷がたくさん埋まっている地域があるので、ここも地雷圏だってことだったんですかそうです、未だに埋まってるからこの先絶対入るんじゃないぞっていう、うん、このデンジャーマークを見つめながらお昼寝していたっていうものですね、うんうん、ドキドキしますね、はいはいはい、でお昼寝した後にこのスポメニックを見に行って、まあ、ものすごくこれはちっちゃいもので、ちっちゃいですね、やっぱこの地域で戦った兵士の人たちを、こう亡くなった人たちを記念するモニュメントなんですけど、このちっちゃい4つの方向に向かってる四角っていうのが、なんか空襲警報的な、なんかサイレン的なもので、はい、なんか高い場所にこう4方向にメガホンついてるものってあるじゃないですか、あれをモチーフにしたものらしいです。本当にちっちゃいのでもううっかり通り過ぎちゃうぐらい小さいものではあるんですけど、うん、こういうなんかこうひそやかなものというか、こういうものも自分的にはすごい好きですね。で、これはあれですね、プロペラ機をそのままモニュメントに、はい、スポメニックとは違うんですけど、まあ、この地域の人がこうプロペラ機をそのまま使ってモニュメントにしたものらしいですね。偶然発見して、事前情報何もなかったんですけど、ボスニアとクロアチアの国境あたりでこう、はい、見つけたものです、はいはい、もうこうした偶然の出会いっていうのも自分ものすごく大切にしてはいるので、載せられたら載せたかったなっていう気持ちもありますね。でもこれ見てないですよ、これ。あれ、そうでしたっけ。あ、やばごめんなさい、はい、次、あ、いいですか、次の。じゃあ、え、これ、あ、これは飛行機の後ろにあるモニュメントですね。こんなね、ここやっぱなかなか高校にたどり着かないですよね、普通。そうですね、これはもうたまたま発見、ね、はい、移動途中に見つけたってことですね、はい、うん、あー、はいはいはい、これはちゃんと覚えてますすごい地味なんですけどね、うん、ものすごく形が素敵だなと思ってて、この村の兵士の人と一般的なこの民間人の方たちを記念したっていうもので、はいはいはい、この中心のとんがってるものは、ステンレスで作られております。高さがだいたい15メートルぐらいですね、
で、この交差するように赤い、まあほとんどもう色が取れちゃってるんですけど、うん、赤い三角形が組み合わさっているっていうデザインです。なんかここのこのモニュメントの解釈って様々、うんうん、見るとそうね、わかりますよね。そうですね。なんか解釈が様々らしいんですけど、なんか戦争の大惨事を生き残った人たちの自由の高まりを象徴してるっても言われてれば、なんかロシアの公正主義の作品の中でなんか赤いくさびで白人を撃つってタイトルのものがあるらしいんですけど、それをイメージして作ったんじゃないかってもなんかいろいろ続説があるらしいですね。でこの刻まれてるのは、まあ、戦没者の名前であるとか、まあ、この土地に残る話みたいなのがこう刻まれております。そう、これそうそう、スポメイクに見えないって普通に何かこうちょっとあのおしゃれな、ね、図書館みたいな、ね、そうなんですよね。これもね、まあ、最後の最後でちょっとカットしてしまいましたが、次見てもらっていいですか。そう、角度によりこれもまた表情を変える面白いものではあるんですけど、やっぱ建物すぎるよねってところで没の理由ですよね。なんかこの建物はあれらしいですね、この周囲の、モンテネグロの周囲の伝統的な家をやっぱりイメージして作ったってものみたいです。まあ、一部これが正面というか、なんていうか、そうですね、正面ってあるんですかね。まあでも階段があるからあるんでしょうね。なんか時々一部こう使われたりもしてるらしいんですけど、やっぱ完全なる修繕まではこう予算が下りないらしくて、この状態みたいですね。そう、あ、これあれですよね、途中まで入ってましたよね。はい、もうこれもやっぱり結構ね、かっこいいところなので、なくなって残念でしたね。これもまたこの地域の多くの兵士と一般市民を記念したものですね。これもやっぱ 見る角度から本当全然変わってきますからね。面白かったんですけどね、なんか手のようにも見えれば、なんか人の魂のようにも見えれば、炎のようにも見えるという、本当不思議な形をしているなと思いました。まあ、ここは空港からすぐ近いところにあったので、帰り道にこう途中で寄って撮ってた感じですね。だからなんかそうなんですよ、ちょっと普通に公園に見え、公園というかね、なんか見えてしまうところもあのオブジェ以外のところとかね、そう、この手前のやつとか池っぽいですもんね。うん、そうですよね、真っ白なスポ、はい、そう、これも個人的にはなんか形がすごく好きなのと、あとそのロケーションがとてもよくって、見晴らしのいい丘の上にこうドーンとある感じで、そこから見える街並みが整ったオレンジ色の屋根の建物がずっと続いてて、ものすごく綺麗な場所なので。後にそれってあります、写真。あ、確か入れてると思います。あ、でも、あ、綺麗ですね、本当。もうここもまたパルチザンの兵士の記念するために建てられたんですけど、まあ、ここはあれですね、地下の、あの埋葬場であるとか休憩所としても機能してるみたいです。なんか87人の兵士の方が埋葬されてるらしいですね。でこの不思議な形は、なんか開かれたケシの花びらを逆にした形をなんかイメージしてるらしくて、なんかマケドニアってケシの花が広く普及してて、なんかそれは地域全体の生命の再生を象徴するものらしいですね。っていう説もあれば、単純にドイツの兵士のヘルメットを表してるんじゃないかって説もあるんですけど、後者はあまりにも色気がないので、そうですね、そういうロマンある方選んだ方がいいですよね。そうですね、まあ、別な角度から見るとなんか他の生き物のようにも見えて、これが街を見下ろす感じですね。そう、気持ちのいい場所なので、ぜひともページ数に余裕があったら入れたかった。ここもやっぱ人が集まること考えてますもんね。そうですね、
なんかセレモニーが行われるような想定で本当に作ってんじゃないかなって感じがします、うん、でも自分が行った時は一っ子一人いなかったですね、うん、完成式ぐらいしか使わなかったかもしれないですからね。そうですね今も、まあ、何を使うのか何に使うのかって本当分かりづらいですね、うん、あ、そうそうそう、これもすごくいいんですよね。え、綺麗なとこなんですけどね、いかんせんちょっと民族的な感じだったので、うんうんうん、スポメニックに見えないっていうのが。そうなんですよね。だからスポメニックってわからない言葉を使うのであれば、はい、なんとなくスポメニックってわかりやすいものって言ったら、まあね、感覚的ですけど、それを選んだ中でやっぱこう最後に外したのはやっぱそこなんですね。スポメニック的にちょっと見えないというねえ。これはまあ第二次世界大戦の出来事に至るまでの、まあ、イリンデン蜂起っていう歴史的な出来事もあったんですけど、まあ、そういったマケドニアの人々の歴史的な闘争をこう記念して作ってるものです、まあ、モザイク画がこう描かれていて、はい、330平方メートルを超える広さらしくて、うん、まあ、それはマケドニア全土でも最も最大 の、 そのモザイク画の建造物みたいですね。そうそう、普通に写真としていいなっていうのはあって、あのスポメニックとしてどうなのかっていうのを悩みましたね。そうなんですよね、自分もそれは本当にずっと引っかかってたところなので、まあ、没になった時、うん、まあしょうがないよなっていうのはありましたまあここに行った時に若者たちがなんか集って、はいはい、いましたね、はい、うん、アートな作品を作ってたんですけど、挨拶したら無視されてしまったのでまあしょうがないなと思ってそっとしておきました。まあこのモザイク画はいろんなこう意味を持っていて、この勝利の女神であったり、自由であったり、はい、イリンデン蜂起、革命など、左の方が勝利の女神なんですかね。そうですね、さまざまな鎖骨もありますしね。あ、そうそう、これは本当僕も泣く泣くですよあ、そうだったんですね、これは本当に泣く泣くですね。なんかショック合いそうですよね、そう、すごくかっこいいところだったので、うんうん、ここも残念でした、うん、300メートルぐらいの丘の上にやっぱこれも位置しているところで、はいはい、国立公園の敷地内にあるところですね、うん、そう、このね、こう見ると分かりやすいですね。やっぱりこう、うん、亡くなった方から何から、ね、こういったところに、刻まれているということですよね。はい、もう中に入ることができて、螺旋階段をこう登っていって、で屋上まで出ることができます、うん、まあ、この構造がかっこいいので、あれ止まった、あれ大丈夫ですか、あデータ壊れてる、うわー、おー、なんと、じゃあここから見ますかすいません、これもね、あの破壊されたやつですよね。はい、これは、うん、ですね、1992年に爆発物で破壊されてしまったっていうスポメニックですね。これ大きさ結構大きい、もともと大きいんじゃないですか、かなり。そうですね、結構、うん、こう大きなもので、うん、壊される前はこれ縦型にこう置かれていたものになります。それで破壊されて横に倒れてしまった、という状態です。そう、なんかね、そう、巨大なものを感じましたね。この次、あれあるのかな、全体像、これ、これが全体ですね。これは、このモニュメントは、あの青春時代の永遠の反抗の戦いと内面的な純粋さの探求っていうものを象徴してるみたいですね。ここもまた小高い丘の上にあって、はい、まあ、行くのがなかなか骨が折れるんですよね、はい、割と急な坂道の階段をずっと登っていくことになって、まあ、そういう苦労を強いてね、やっとあるという尊いものなのかもしれないですけど、はい、そう、ここも結構その破壊されてるってことは、はい、まあ、そういったような、なんて言いますか、例えば若者が集まったりとか、そういうような
場所であったりするんですか、それとも政治的な理由ですかね。まあ破壊したのは政治的な理由、やっぱ昔のユーゴの時代っていうものを憎んでる人とか好ましくない人たちっていうのが壊したのではないかなと思います。じゃないとわざわざダイナマイトとか使わないですからね。そうですよね、ダイナマイトまで使ってですもんね。そう、これは僕も申し訳ないなと思いながら泣く泣くカットしました。はい、ね、実際またあれですよね、今も取り続けてるわけですよね、はい、あ、そうですね。だから無数と言ったらおかしいですけど、知られざるスポメニックもまだまだいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、いっぱいあると思います。1000を超えるぐらいはあるらしいので、もう今回は載せているものは代表的なものを載せているに過ぎないので、ものすごいたくさんあると思います。今行ってみたいところってどこですか。行ってみたいところは、自分どうしてもこの時間と場所の都合で行けなかったクロアチアのスポメニックがあって、マケドニアにあったあのとんがり帽子みたいなあのスポメニックあるじゃないですか、はいはいはい、あれにちょっと雰囲気似てるんですけど、あれとまた違ったとんがりのスポメニックがあって、それめちゃくちゃ見たいんですよね。やっぱりお口というか行くのが大変だってことですか。そうですね、ちょっと自分のその時のスケジュールだと組み込むと、まあ時間かなりオーバーするなっていうので回るの難しいなって思って断念しました。そっかそっか、別にクロアチアだけじゃなくて他の国も回らなくちゃいけない、はい、からクロアチアの中でもちょっと行けなかったところっていう。そうですね、そうだ。あとね、これボツにした理由他にもあったりするんですけど、やっぱ一つの国に集中してたりとか、はい、そういった時にね、やっぱりこう、ああこれ以上ちょっとこの国ではなせられないやとか、そういうのもあったんですけど、でもなんかね、まあでもこうやってね、ドミューンでちょっと紹介できて僕は嬉しかったですね。いや本当ありがたいですね。相当お怒りだったんじゃないかなって思ってますけどいやカットって聞いた時はやっぱり悲しかったです、ね、あ、なんとか入れてほしいってものすごい思いました。ね、まあまあそこはどうしてもね、やっぱ写真集作る時毎回そうなんですけど、ね、あの構成上やっぱりいい写真でも入れられないってすごくあったりとかするんですけど、まあでも実際星野さんどうですか。で、まあ、今回そうだ、デザインは、井上デザイン、井上のりとさんにやっていただいて、で、まあ、僕と井上さんで、ね、これ星野さんにちょっとある程度まだ納得いくところまで作ってから見せるっていうところで見せて、で、まあ、そのままそれで進めていったんですけど、納得いってますか。あ、納得、最終的には言ってるので大丈夫ですよかったですそう、意外とね、本当にね、これ144ページあるんですけど見応えあるので、もうぜひね、CD1 枚ぐらいかけながら、ね、パラパラとめくるとすごくいいんじゃないかなと思ってます。で、じゃあ、あとやっぱりあれですか、どうしても旧ユーロ、ユーゴ、スポメニックというと旧ユーゴですもんね、はい、そうですね、を中心にこれからまた取りに行くってことですか。他に何か行きたいところってあります、うん、と、まあ旧共産圏だった場所は、まあユーゴだけじゃなくてソ連もそうなんですけど、まあそれら全体をこういろいろと回っていけたらなと思っております。旧共産圏というところの魅力って何ですか、星田さん。なんでしょうね、まあこの日本にいると絶対に見れない景色がそこに広がってるっていうものは、まあ、まずあると思うんですけど、はいはい、なんかもう言葉などいらない理屈じゃないところでものすごい惹かれて、本能のままに巡ってしまってるっていうところがあるかもしれないです。まあ、なんか見つけてしまったって感じでしょうね。僕ねこれやっぱ思ったのが、コレクションに近いって思ったんですね、はい、やっぱこれを撮りたい、ここに行きたいっていう、やっぱそのすごくなんかこの物を集めてるコレクションに近い感覚がすごくあると思うんですよ。だからやっぱり行きたいところのリストもまだまだいっぱいあるだろうし、ね、そういったものすごく僕は見ていきたいなと思ってて、なんかこの、あ、そうだ、未承認国家でもなんかやら次はまた何か考えてないですか。はい、そうなんです、この間未承認国家アブハジアっていう展示を写真展やらせていただいたんですけど、まあ、次なるその本の企画でこう、まあ、アブハジアをテーマにしたっていうものはこう進めていたりします。なるほど、そっか。あ、実はそうだ、映像用意してたんですよね。ちょっと時間がもうあれですからまあ、あと例えば、まあまあ、今、まあ、廃墟から始まり、はい、今、スポメニックな旧共産圏だ、未承認国家だって、多分こういうのってもアンテルジーにまた何か興味があれば取っていくことだと思うんですけれども、はい、実は
星野さんやっぱり普段働いてますよね、普通に、はい、だからすごくそこが大変だと思ってるんですよ、まあ、いや気合で何とかすればいいだけの話です要はだから人が休みとか長期っていうところにもうそこで取りに行くしかないってことですもんね、はい、そうですね、まあ、ある程度まとまってないと無理でしょう。まあ休みは自分で作るためにあるんだと思います、でまあ実に僕もねそこら辺 あるんですけど、例えばこれ取りに行ってるものを仕事と思ってないはずなので、はい、これ自体が楽しみであれば、まあ、休みであるとか肉体的には休まってないかもしれないですけどそっか、じゃあちょっと今後もね、はい、ぜひ星野さん、まあ、この急遽3件だけじゃなくていろいろと撮ってますので、ぜひ活動を見ていきたいなと思ってます。なんかそろそろ終わりという時間なんですが、告知みたいなの、あ、これじゃあこれ言ってもらおうかな。じゃあ、あ、星野さん、そうですね、告知なんですけど、7月の20日から、31日まで、新宿の新宿眼科画廊さんで、この旧共産遺産の発行を記念して、まあ、写真展を開催させていただきます。時間帯が12時から夜の、20時までですね。ただ水曜日だけが、12時から17時までで、木曜日が休労日になっております。お時間があればぜひいらしてくださいませ、はい、ぜひぜひ。あとで紀伊国屋、あ、はい、そうですね、新宿本店でトークショーやりますよね。はい、紀伊国屋書店新宿本店さんの方では7月24日の水曜日ですね、この旧共産遺産の、観光記念トーク&サイン会ってことでやらせていただきます。19時開演で18時45分が会場です。まあ、ただこれちょっとあれなんですよね、参加には整理券が必要なんですよね、紀伊国屋書店の新宿本店さんで本を購入していただいた上で整理券をゲットしなければならないという制約がちょっとあるので、買ってくれると嬉しいです。いや本当ね、書店員さん、まあまあこれ本出たばかりですからどれぐらい売れるかとか、まあ、これからのことなんですけど、書店員さんの反応がすごいんですよ。まあ、例えば、まあ、写真集なんて営業行って例えば5冊とか取れたら、まあ、十分なところが本当50冊60冊取ってくれる書店もあって、だからね、ぜひ本当にお近くの書店まず手に取って見ていただきたいなと思ってます。じゃあちょっと僕も告知というか、ちょっと、ね、言い忘れたことがあるのでいくつか、今、まあ、キラー社次の今ちょうどやってるものなんですけれども、そうこれをね実はやってて、田波圭司さんすごい、でこれ2月に、田波圭一、何塚で行われた、田波圭一アディダスオリジナル、のという展示で、まあ、展示された作品を中心に、最新作になっております。これが、まあ、7月上旬、まあ、実はこれ緊急出版だったりするので、まあ、また買える場所と、そうですね、うちのホームページ等で告知していきますので、こちらまたぜひよろしければ手に取ってみてくださいということと、あと次に出るのがちょうど今今度7月12日に佐川一生さんの、要はパリ人肉事件の佐川さんの、映画がドキュメンタリーが7月12日に公開されるんですけれども、まあ、これもともとお兄さんの一生さんを撮ろうというところから始まった映画で、まあ、その中で実は結構な存在感を示しているのが弟さん、淳さんで、まあ、淳さんの性癖というか、まあ、映画を、まあ、あんまり詳しくねちょっと言えないところありますけど、まあ、かなり衝撃的な、性癖を持ってまして、で僕も映像を見たり、まあ、実際、ね、見せてもらったりするんですけど、本当に僕血とか痛いとかダメなので強烈な映像なんですけど、で、まあ、要は、まあ、お兄さんの影に隠れてと言ったら変ですけれども、お兄さんは、まあ、性癖があり、まあ、パリで人を殺して食べてしまったというところがあるんですが、で弟さんは、まあ、人に迷惑をかけることではないが、特殊な性癖を持ってまして、それをカミングアウトしてるんですね、映画の中で。でまあ、うちの方ではそのカニバの弟、まあ、映画がカニバということで、カニバの弟ということで、それを、弟さんの、手記を、今やっておりまして、ちょうど本当実はここに
ね、来てていいのだろうかという、本当間に合うか間に合わないかの作業中なんですけれども、これも7月中旬にはどこかで先行発売、まあ、要は映画館とかで先行発売できたらいいなと思って、今現在制作進行中です。あともう一つ、最後告知ですね。7月6日両国 RRR で、ワルダイスディスコウェイブという、永田和直さんと僕とチェリーボーイさんの、DJ イベントがあります。では同じく7月20日両国 RRR でディスコパラダイス、これは定期的なイベントなんですけれども、今回は、ゲストがオキテポルシェさんということで、やらせていただきますので、こちらもしあれご興味ありましたら両国 RRR のページ、もしくは、東京キラナショ中村康雄のツイッターの方で、また詳細情報を流していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日2時間お送りしました、東京キララシャワー第29回旧共産遺産、ということで、星野さんにおいでいただきました。で、まあ、ぜひ今回見ていただいて、あ、これもうちょっと見てみたいなというのがあれば、ぜひ新宿眼科画廊さん、展示行っていただきたいなと思います。でそこで、まあ、在廊する時も、まあ、あるかと思いますので、そこで行けばサイン本も、はい、買えるかもしれない。あ、もう何でも言ってください、その時は。あ、そうだ、これをどうしたんだ福島の話が出た時に言い忘れました。そうなんですよね、うち釣崎清隆さん、去年12月にザ・デッドという死体写真集打ち出してますけれども、その前に実は釣崎さんの原子力戦争の犬たちという本を出しまして、これ福市、実際釣崎さんずっと働いてまして、で、原発 その作業員として働いてた時の手記、書かれてます。これも、ぜひよろしかったら、興味がありましたらぜひ、お検討いただきたいと思います。ということで皆さん、今日2時間どうもありがとうございました。また、次回何をやるかというのもちょっとまた検討中ではございます。第30回を期待していただければと思います。すみません、皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.